ダメージフェンスを簡単に作る裏技。まず見てください。一見何も変哲もないフェンスだが、触ると死にます。まずブロックと原木2段。変異を置いて周り3箇所にボタン。横に7マス、鎖を上から2段分置いていく。その後さっきの柱を作ってね。次に柱付近に2マスと1マスの穴を掘り、端はレッドストーン。下は負傷のスプラッシュポーション付きディスペンサーを置いて埋める。最後端にワイヤーフックと間に糸で繋げたら、ダメージ付きフェンスの完成だ。みんなもこのフェンスを作ってスリルを味わおう。